それでは今回はですね、大人気仮面ライダーゴーストからガシャポンゴーストアイコン06第6弾を紹介したいと思います。こちらはですね、バンダイさんから出てる第400円のガチャガチャですね、ゴーストアイコンのガシャポンバージョンになりますね。はい、早速ラインナップを見ていきますと、はい、今回はこちら闘魂ブーストゴーストアイコンが、まあ同じくノーマルバージョン、キラキラメッキバージョンと2つ入ってますね。そしてこれ新しい仮面ライダーダブルか、ダブルゴーストアイコン、これもキラキラメッキバージョンがあります。さあ、どんな音が鳴るんでしょうか。全4種類になるのですが、こう残念ながら、闘魂ブーストの方ですね、デラックス版でないと発光せず音が鳴りませんと書いてあるんですね。ガシャポン版は音が鳴らないということみたいですね。はい、では早速物を見てみましょう。じゃじゃんと、これが闘魂ブーストゴーストアイコンですね。はい、ちなみに絵柄も変わらないみたいですね。こんな感じです。もうディスプレイ飾りですかね、おしゃれ。せっかくいいデザインなんですけどね、なんか音鳴るようにして欲しかったですよ。はい、そしてこちらはダブルゴーストアイコンです。これはいいですね。一応ナンバリングがあるんですが、真ん中に R って書いてあるんですよね。仮面ライダーの中で11番目という位置づけになるんでしょうかね、ナンバリングとして。はい、ちなみにちょっと回してみましょう。それから、うん、ダブルの顔がやっぱりいいですね。ちなみに上こんな感じ、 R11、必殺技モードなんですが、ダブルのマークですね。はい、そして、ここは一緒ですね、通常モードっていう。そしてナンバリングに戻るということですね。はい、まあ、ちょっと早速ベルトにはめてみたいのですが、まあ本当にならないのかどうかも試してみましょうか。闘魂の方を買ってみます。あ、ここは大丈夫ですね、さすがに。そうそうそう、一応音は鳴るみたいですけどね。音声は鳴りません。ちょっと違うんですかね。デラックスの方とは仕様が異なりと書いてありますが。まあ確かに絵柄は変わらないから。はい、まあ多少はというところでしょうか。デラックス版の方がもっといろいろできそうで、ちょっと悔しいですね。はい、ではちょっと一回試して、さあ私の好きな仮面ライダーダブルいっちゃいましょう。あー、バッチリな、いくぞ。オリジナルの歌なんでしょうかこれ。そうですか、その時のなんか音声が出るっていうわけでもないんですかね。ここは相変わらずのオメガドライブ。大海岸ダブルオメガドライブ。微妙に違う気がしますが、オメガドライブはオメガドライブですね。
さあ登ります。はい、ということでダブルの方も来ましたが、おやすみということでですね、はい、闘魂ブースト、仮面ライダーダブルのゴーストアイコン2つ紹介しました。第6弾ですね。まあ、闘魂の方も一応なんか言ってましたかね、ブーストって。なのでまあ不同じではないですね、全く遊べないわけでもないです。もうちょっと絵柄が変わらないっていうのはちょっと残念かもしれないですが、はい、ダブルはいいですね。これオリジナルの音声というかですね、このゴーストアイコン用のこうやつが新規に含まれているのがちょっと良かったです。はい、というわけでですね、今回は仮面ライダーゴーストからシャポンゴーストアイコン6弾を紹介させていただきました。それではですね、これからもこのシリーズと他にどんどん紹介していこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。乗っけてみたり。それでは